プレイしたきっかけは何でしょうか？広告で知りました。オリアカは三国志のゲームだけど、ファンタジーっぽくて今までにないジャンルかなって思い、すごく興味を惹かれました。オリアカを実際にやってみたら想像通りでしたか？想像していた部分と一致していたところがすごく多かったです。三国志の物語をベースに作られたファンタジー世界っていうのはすごく魅力的だと思います。もともと私は三国志ファンなので、いろんな三国志のゲームをやったことがありますし、三国志の英雄や人物が好きなんです。やっぱりオリアカではたくさんキャラクターがいて、皆も個性豊かですし、史実にも合っていますし、なんか自分の推しというか、組み合わせたチームと共に東洋ファンタジーの世界で戦うのは楽しかったです。オリアカで特に好きな英雄がいますか？呂布と挑戦、そして両武器も好きです。この3キャラを一緒に育てました。まあキャラといえば関羽も三国志ですごく人気が高いですね。イケオシな感じがいいのかな。私もそのうちの一人ですけど。あとオリアカはファンタジーというのもあって、そういう少し突出した部分があるのでいいなと思っています。例えば立ち絵とかでも呂布は想像以上に強く描かれるのもいいのかなと思います。オリアカにおいて一番改善してほしいのは何ですか？全体的に特にないと思うのですけど、オリアカは史実がベースになっていると思いますが、史実に合わないキャラの登場とかは悪い印象となるのでやめてほしいです。何か祝福の言葉をいただけないでしょうか？もうはい、みんなと一緒にオリアカをプレイしたいと思います。自分でやるよりみんなと遊ぶ方がもっと楽しめますので、ぜひ一緒にやってみましょう。配信中。